はい、皆様こんにちは、キムトモです、まずね、今月の10月10日、鳥越あずり FM1 周年記念ということでおめでとうございます。その時のね T シャツ着てきましたよ。おあれはね、本当ね、すごいイベントでしたね。プロレス団体がね、10団体参加するというね、プロレスイベントということでね、いや最高でしたね。で、まあ私のこの、木村が動けば世界が動くというこの番組もですね、10回目を迎えました。ありがとうございます。ということでこの、10回目の記念といいますかね、節目といいますか、ゲストをですね今日もお呼びしております。もちろん、木村さんですね、木村彩子さんです。どうぞいらっしゃいませ。こんにちは。声が小さいよ。こんにちは彩子さんとの出会いはですね、2011年の2月26日、まあ、よく、私お話ししてます、26じゃないや、23日か、木村友の会というですね、Facebook で、立ち上げましてですね、それで、ごめんなさいね、遅くなっちゃったんですけど、はい、2015年に、9月16日、夜8時に、彩子さん宛にですね、木村友の会を作ったよと、で、まあ、みんなで飲みましょうみたいなですね、はい、そういう、メールをして、それがまあきっかけで、でこの番組を始めて、8回目ぐらいの時に、まあ、オファーをして、それで、まあ、ちょうどね、お母さんの具合が悪かったり、ちょっとね、はい、まあいろいろあってね、はい、今日やっと3度目の正直で彩子さんを迎えることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい。まあ、あの2人の共通点は、まあ一つはね、当然ですけど木村という名字で、はい、生きてきたということと、はい、あとはあの、まあ、リクルートでもね働いていらっしゃったそうですね、はい、元リクルートつながりっていう、はい、そうですね、はい、ね、リクルートは、ね、どこで働いてるんですか？求人系の部署にいて、うん、あの最初政策統括室っていうところにいたんですけれども、まあ、辞めるときはマーケティング局っていう部署にいました、はい、流通系の仕事をしていて、まあ、雑誌とかの、うん、あの卸会社に行って、うん、本屋さんに並ぶっていうところの仕事をあのやってました。販売部？昔の販売部ですね。昔の販売部、そうそうそう、それがマーケティング局っていう名前になったんですよ途中から、それです、それです。あ、そう、そう、古い方ですもんね。そうだそうだ、古い方っていうねちょっと私より上だから、まあ、ちょっとだけね、50方でもありますしね、まあ、あの本当僕ね販売部であの G8 のねビル、あの新橋から近い銀座8丁目のビルに、はい、1年半ぐらいですかね、あの販売部にいまして、うん、あ、そうなんですね。そうなんです。そうなんですか。僕もともと料理人で、はい、転職を考えて、はい、それでフロムエっていう雑誌を買って、うんうん、それであのまあなんだ面接に行って、はい、でたらい回しにされてそれで、僕営業やりたかったのよ、はい、あ、なるほど。でも販売部、はい、最終的には販売部で、はい、働くことになって。なるほど。でも販売部でも営業みたいな仕事ありますよね、いっぱいね。いやほぼ僕なんかはなかったですね。あ、そうですか。もう僕はあの地下鉄五条会、今でいうメトロ、ね、メトロ東京メトロさん、はい、そこの駅の売店、うんうん、そこにフロメ追加してくださいとか、あの就職情報を、あ、もうなくなってますねみたいな感じでやってたんですね、うん、はい、なるほどね、追加をして。そう、昔ってそう手持ちで持ってったって聞きますね。そうそうそう、こんな重たいバッグ持ってね。あとね、一番辛かったのは、ね、住宅情報だね。あ、分厚かった。住宅情報なんかも、はい、電話帳みたいな感じだった、ね、めっちゃ分厚かったですね。ね、今多分フリーペーパーで住宅情報スタイルかなんかフリーペーパーになっちゃったんですよね。こうラックに入れるような、うん、あ、そうですね、売ってはないんですよね今その雑誌 ね細かく分かれてね、薄い本になりました。なりましたね。前は一冊だったんで。あ、そう、分厚かったんですよ ね懐かしい。あの、ね、ついついね僕ね興奮しちゃってね、もういつもルーティンがあるんですけど、うん、それをちょっと忘れちゃったんで、うん、今から説明しますね、はい。私たちあのノーマスクで今放送してるんですけど、このねトレイルフレッシュ、まあ
これがですねオゾンが発生してまして、まあ、ウイルスをこう不活化してくれるということで、うん、それで、まあ、ノーマスクで2人でね、はい、放送50分間ですけど、お送りしますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでどこまで話したんだっけ、リクルートの時の販売部にいらっしゃって、ね、そう手持ちで住宅情報を追加してたって話を聞きました。はい、ありがとうございます。さすが、はい、秘書だね。いやまあ、いや、それは後々話したんですね、はい、あ、そうで、僕はその1年半ぐらい販売部で働いて、はい、でね、当時は2ヶ月更新だったんですね。あ、今どうなってるか分かんないですけど、ね、うん、まあ、営職という、まあ、アルバイトから、まあ、僕は入りまして、で2ヶ月ごとに上司に僕は営業やりたいんですって言って、うん、はい、それで1年半後やっと、じゃあ営業、まあ、そこまで言うんだったらって言って、あの SJ を紹介してもらって、就職ジャーナルね、まあ、はい、就職情報を、あ、情報、はい、まあ、トラバイとか売っているね、はい、部署を紹介してもらったんだけど、うん、多分そこではねこいつ使えないだろうなと思ったと思うんですよね、うん、だから SJ じゃなくて、うん、あのフロムウェイの方に、リクルートフロムウェイの方に、まあ、転籍みたいな形で、うん、まあ、そこで、僕はもう新人賞から何から激追用から何か、まあ、いろいろ賞をもらって、うん、すごい、めちゃくちゃ売りまくってですね、素晴らしい、はい、それで契約社員になったっていう、なるほどね、もう叩き上げっていうかね、もう本当だから SJ の人なんかね、俺取っとけばね、よかったのにね、その時もね、めっちゃ就職時、まあ、後にビーイングっていう雑誌になりましたけど、うん、ね、うん、トラバイとか、うん、その後ガテンとか、まあ、いろんな求人誌が発行されましたけど、はい、めちゃくちゃ売ってたのにね、すごいですね、残念ですね、SJ さんもね、はいはい、フロメ様はだから良かったんじゃないですか ね木村さん採用できてね、ね、うん、本当に、まあ、ということでね、まあ、今リクルートのね共通点であるリクルートの話しましたけど、はい、その後、うん、どんなお仕事をしてたんですか。そうですね、私は、うん、あのこれめくっていいですかね、一応もういきなり行っちゃう、じゃあダメですね、じゃあまだ、ね、いいのあのどっちでもいいです、リクルートをやめて、はい、やめて、うん、まあプラプラしたりもしてたんですけど、うん、ご縁があって、まあ、僕金融機関に入ることになって、それはあのいわゆるスカウトみたいなことをされてしまったんですけど、どうかなと思って、ここで結構人生が変わって、うん、まあ、人の話を聞くようなタイプにこう変わったというか、まあ結構20代30代って、はい、人の話聞かないそうだそんなことないですけど20代30代の女子ってやっぱなんとなく生きてるから、うん、なんとなくやっぱりその信念がないというか、まあ、そんな感じでなんとなくだったんですけど、うん、なんだろう、人の話聞かないわけではないんですけど、やっぱり人の話を聞いて、じゃあ解決策これですよみたいな仕事だったので、たまたまその金融機関にあの就職したのはそうなんですけど、うん、そこからも人の話を聞くってやっぱ大事だなっていうのは、うん、あの思うようになりました、すごく。そうだね、はい、聞かないわけじゃないですよそうですよね、なんか、うんうん、はい、そんな自分勝手な人間ではなかったんですけど、うん、はい、じゃあスカウトされた。そうですね、はい、で、金融系って言っても幅がいろいろありますけど、うん、具体的に言うと保険屋さんなんですけど、うん、ちょっと後でめくるときに自己紹介にも出てきますけど、うん、あの保険屋さんで営業の仕事をすることになりました。まあ、そこをきっかけに、まあ、今日ご紹介するお話もつながるんですけれども、うん、あのまあ、こういうことって人生聞いといた方がいいなとか、お得だなっていうようなことが今日お話できればなと思って、うん、はい、今日お邪魔させていただいております。なるほど、はい、あのさ、はい、僕の場合って料理人をやっていて、うん、もうとにかく営業がやりたくてしょうがなくて、うん、リクルート入ったわけだけど、うん、はい、リクルートで働いた時って、うん、まあ、営業ではないです、大きく言うと事務じゃない、うん、事務ですね、ね、全然事務ですね、で、まあ、スカウトされたとはいえ、うん、いきなり営業っていうとね、うん、なかなかこうハードル高いじゃないですか、まあ、普通はできませんよね、普通しないよね、はい、普通しませんね、だからその時はいいかなって思っちゃったんでしょうね、聞いていいかなと思った、はい、あの自分にもできそうって思った、誘ってくれた人が、まあ、普通のおじさんだったんですよ、うん、普通のおじさん で前職なんですかって聞いたら、僕みたいな感じね、普通のおじさん、いやいや、あの、うん、もうちょっとおじさんでしたけど、その誘ってくれた方が、うん、あの元パン屋って言ったんですよ、おパン屋さんやってて、ね、そう、パン屋さんやってて、
ってそんな年収何千万も稼いじゃうのこのおじさんって思っちゃったので、ちなみにその人はどれぐらい稼いでたの？多分その人も5、6千万、うん、そんなに稼げんの？そうなんですよ、そうなんですよ、すごいんですよ、まあ、あのピンキリありますけど、うん、上は多くだし下は何百万ですけど、うん、あのやっぱすごい方だったので、うん、あ、自分もできるかもって思っちゃったんでしょうね、その時に。あ、実際できなかったんですよ。思えるとこがすごいね。そのだから普通のおじさんだったから。でもさ、普通、はい、まあ数千万稼いでる人だとさ、はいはい、一応ピシッとしてるじゃないですか。してますね、まあ。それが普通のおじさんに見えたんですよ、私は。普通のおじさんに見えちゃったんですよ。それはその人の狙いだったのかな。あ、それあるかもしれないですね。普通に寄せて、まあ普通さ、うん、あの僕の知ってる保険でね、売れてる人なんかでもさ、うん、ピシッとスーツ着て、いますね、パリッとして、います、ね、あのギラギラした ね、ちょっといい時計もしたりしてね、はいはい、うん、なんかボールペンなんかもすごい高級なボールペンなんか、ね、高そうなモンブランとかね、うん、ね、なんかもう一つ一つのアイテムが、うん、はい、お金、あ、この人稼いでるんだなみたいな、あるじゃない。はい、あのそれで言うと確かにブランドな、うん、アルマーニさんとか着てたり、うん、あのなんかすごいの靴履いてたりとか、うん、時計もしてるんですけど、うん、まあ、高そうに見えなかったというか失礼ですよね、私 ね、あの後で謝っときます。あの聞いてたらびっ、ね、後で謝っときます、はい、やろうって言われちゃうよね。そうなんですけど、だ普通のおじさんに私が見えてしまったんですよ。見えてしまったんだ。で私も、まあ、その時30代ですけど、うん、できるかもって勘違いしちゃったんでしょうね。う、難しい世界だったんですけど、うん、まあ、そんな簡単に営業できないので、うん、そう具体的に言うと1年8ヶ月ぐらい辞めちゃったんですけど、あ、そうなん、その会社は結構すぐ辞めちゃって、うん、はい、その後はまあまあちょっと派遣やったりとかいろいろしてます、はい、うん、今は、はい、今こう一生懸命夢中になってるのは何だ。今夢中になってることですか、うんうん、あ、それちょっと今考えてなかったの。夢中になってること、これでしょ、これ。あ、そうそうそう、あ、今日お話しすること、いい振りをしたつもりだった。 ありがとうございます。まあね、打ち合わせしてないからね。まあ、スポーツでいうとゴルフとかも好きなんですけど、それと同じような感じで、うん、あ、楽しい仲間と遊べるプラス、うん、仕事みたいなこともできるんだなっていう気づきがあったのが、うん、今日ご紹介する、商品というか、はい、ご紹介するお話の内容になってます。なるほど。じゃあこれから、はい、木村、はい、彩子さんが今ね、はい、うん、まあ、趣味のような仕事のような、まあ、楽しくやってるお仕事、はい、これをじゃあちょっとね、これわざわざ作ってきてくれたのね。作ってきたんですよ。そう、偉いよね。ありがとうございます。あのパワポとか提供した方がいいみたいに最初言われたんですけど、うんうん、私まあ普通のおばちゃんなので、後でこうきっとご、ね、うんうん、年齢とか言われちゃうんですけど、普通のおばちゃんが、じゃあ後じゃなくて今言ってもいいですか。49歳です。あ、49なんですよ、ね、見えない。ありがとうございます。今会う人にね、意外とね、シワが少ないねとかやっぱ言われたりするんですよ。私、木村さんさっきマスク外した時に、シワ少ないですねって言っちゃったんですけど、まあ、シワも少ないし、毛も少ないし、いろんなものが少ないね。お金もないし。いやいやいや、そうそう、だから、それは、言われた時にこうガッツポーズですね。あ、よかった、見えなくてよかった、若く見られたら嬉しいみたいなの。まあ、それもちょっと関係してくるんですけど、はい。じゃあ、木村彩子のプロフィール、はい、プラスお仕事のね、はい、始まり始まり、よろしくお願いします。紙芝居方式でいきたいと思います。はい、はいはい、早速、うん、めくります。名前なんですけど、ふみこじゃなくて、はい、あやこね。これ読めますかね、うん、大丈夫そうですよね。あ、よかったよかった、はい、あやこと読みます。そうそう、だいたいふみこって呼ばれちゃうんですけど、うん、うんこという人はいない、ね、あ、たまにうんことか言いますね。うんこじゃなくて、こう通り過ぎてうんこになっちゃう。ね、ありえないですよね。そうそう、たまにいますよ。あ、そう。で、うん、なんで彩子かなんですけど、母が、そっから行く？あ、いや、いいよいいよ、いらない情報、いるいるいる、いらない情報、うん、そう、母が、うん、女の子ができたら彩子ってつけようって決めてたって言ってたんですよ。で、高田露伴とかのファンで、高田さんの娘って高田彩って言うんですね、うん、まあ、なんかそっから取ったみたいなこと言ってたんですけど、彩子ってつけるって決めてたら先に兄が生まれたのでつけられなかったみたいな、でもう一人産まなきゃみたいな感じで私がこう生まれたので彩子ってつけたって言ってました。はい、なんか全然文章とかもうまくないんですけどね、うん、なんかそういう風になってほしいみたいにちょっと思ってたらしいですよ。うん、全然そういう文才とかはなかったですね。そっち方向には全然いかなかったんですけど、はい、はい、じゃあ2枚目いこうか。はい、2枚目で。緊張してんの？ちょっとなんか急に熱くなりました、喋り出したら。ちょっと水飲んでいいですか？すみません。あ、いいよいいよ、はい、うん、
そうか、はい、僕はね、木村友和っていう、まあ、友達の友に漢数字の一なんですよね。で、まあ、よく雄一さんとか友一さんとか言われますけど、はい、友和です。で、略して木村友です。はい、ということで。はい、木村タクみたいな言い方ですね。まあそうですね。僕はもう55で長く生きてるんで、はい、まあ僕の方が先ですね。そうそうそう。木村拓哉さんは49ですもんね。そうですね。うん、そうそう、さっきのお話の続きなんですけど、うん、出身は栃木県です。宇都宮というところで生まれて育って、うん、18でこう東京出てきて大学か明治大学卒業しています。後から明治大学、そうなんですよ、明治大学なんですよ。私がいた頃は、うん、吉田秀彦さんとかがオリンピック出てる時代で、うん、もう年齢はもうさっき言った通りなんですけど、うん、オリンピック選手がいっぱいいたりとか、うん、最近でと有名人だとヤマピーとか、うん、北川景子ちゃんとか井上真央ちゃんとかが明治大学卒業ですね。で今高校生人気ナンバーワンの受験者数になっちゃったらしくて、そうそう、どんだけ大人気なんだって思うんですけど、うんうんうん、そこまでなってるの知りませんでした私は。なるほど、はい、でちょっと次行く、行きますか、うん、すいません、あ、まだ話したいことがあった。大丈夫です、はい、でリクルートさっきちょっと話したでしょ。 で、はい、でスカウトされたのがまあプルデンシャルってことね、はい、うんうん、で趣味はゴルフです、はい、はい、そんな感じです。ゴルフね、ちょっと俺、はい、言っちゃっていい？どうぞどうぞ。あ、さっきの話 ね、はい、僕ね30年ぶりにやったんですよね。どうでした？ね、もうね、バシボン、みんなにねもう笑われたね。だって30年前のね、僕水野のだったんだけど、もうさ、ドライバーのヘッドがさ、こんなちっちゃいのよ、うん、ね、うん、それ持ってたらみんな、え、木村さんそれなんすかみたいな、え、それドライバーなんですかみたいな言われて、うん、だから下手なんですよとか言われちゃって。いやいやいや、今ヘッドこんなですもんね、450mm ぐらいありますよね。こんなでかいよね。ね、でかいでかい、ね、うんうん、当たれば飛ぶみたいな、うん、いや、当たるよね当たりますよね。でも、なかなかね、当たんないのよ。あとなんか練習とかしたらいいんじゃないですか、たまに誰かと打ちっぱなし行くとか、うん、なんか練習不足ってありますよね、ゴルフってね。うん、それがね、うん、この間ね、うん、あんまりにもみんながさ笑うから買ったのよ、はい、まあ、そんなねお金ないからさ、中古の買ったのよ、うん、それで練習しに行ったらさ、うん、まあ結構まあパンパンこう飛ぶようになってきて、はい、して、うん、よしっつっていい気になってバーンとかってやったら、うん、ボールってまあこんなもんじゃないですか、はい、こんなもんじゃないですか、はい、ゴルフボールって、うん、そしたらバーンって振ったらものすごい大きなボールが飛んでったんですよ、うん、え、なんだろうと思ったら俺のねヘッドが飛んでったんです抜けちゃったんだヘッドが抜けたんじゃなくて多分地球を叩いたと思うんですよね。あのダフったみたいな、ゴルフ練習場でヘッドが飛んでいくってね結構の距離飛んでいきましたよ。確かにこう年代物のクラブってたまに折れたりしますよね、うんうん、そんな感じですよね、きっと年代物で。 また買いましたけどね。大変大変、はい、ごめんね。いえいえ大丈夫ですよ。伸ばしちゃって次、あ、大丈夫です。もう私もゴルフ大好きなので、うんうん、はい、じゃじゃん、じゃじゃん、うん、はい、今日お伝えしたいことなんですけど、まあ自分が生きてきた中で、あ、これってお得な情報なのにっていう、自分がやってること、自分が実践してることでみんなやってないのってなんでだろうってやっぱ思ったんですよね。そのお得な情報をお伝えしたいっていう一つと、まああと2個目は健康で長生きする、こういうこと続けてたら長生きしますよみたいな、全員が全員ではないんですけど、そういう傾向にあるっていうことをお話しできればと思ったんですけど、こう税金って払ってますよね、やっぱり ね、 はい、ちょっと滞納した時期もいっぱいありますね。でもそれは私もそうですよね固定資産税とかちょっと滞納しちゃったりとか。固定資産税、はい、固定資産税ってちょっと、はい、ね、はい、ということは、はい、固定資産税っていうことは、うん、なんか持ってるわけ。そうですね、まあ、自分の、ま、持ち家というかマンションすごいよ、はい、それいくつで買ったの？32歳で買いました。32で何、はい、マンション買ったの？そうですね、それもすごいね、リクルート様のおかげでローンが組めたので。リクルートにいた時はね、本当、はい、ね、銀行がね借りてくれっていうのよね。あ、本当ですか？うん、銀行窓口とか行ったら、そう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 、
なるほど、私もなんか、どうぞどうぞなんつって、当時三和銀行のね、新橋ね、三和ってなんだ、今富士かな、おなんだろう、金、違う違う違う、今なんだろう、なんでみしずょうほか、ね、みずほそうかなな。の。まあそれでなんか上がってね、でその時ちょっとこう、なんていうんですか、借金というんですか、そういうのもあったんで、そしたら通されて、じゃあ木村さん、車買うことにしましょうかとそかっての言わローンれ組むのて、に、あ、ローン組むんじゃないよ、お金を借借りるりのるのに、に。借で、りおれたんですか？金、かおか、結論。車か買ったことにしましょうみたいそういうな。手続きをしてくれたんですそうか？そうそうそう。で、すお金ごがい。ドあ、ーンとよかったです入って、やったーと思って、ね。またキャバクラ行っちゃったりしてですね。キャバクラ使っちゃったの？ UFJ だっあ、て。UFJ、あ、すいません、訂正します。UFJ さんだそうです。はい、三失礼和しまし銀た。行は、旧三和銀行はっていうか、今、三和銀三行は菱今、三菱 UFJ さ UFJ ん銀です。行ってことですね。はすい、いません、ちょっ勉強になりまと、あ、ありがとうごす。ざいました。はい。で、それで何買ったの？あ、そうなんですよ。本当にリクルートさんのおかげで、引っ越しも、まあ、引っ越した理由で言うと、私、板橋の奥の方に住んでたんですけど、まあ、仕事忙しくて、やっぱり10時、11時に帰ってた時だよに、ね。終電で帰った時に、露出狂の変質者に会っちゃったんですよ。それで、ちょっともうちょっと都心に住みたいなと思って、引っ越し決めた時に、こう、いろいろ見て回ったんですけど、駅近のここっていうのが、まあ、売買物件だったので買っちゃったっていう感じなんですけど、まあ、引っ越すその時に買っちゃっ露た。出狂の人に出会わなかったら買ってないですよね、買きっっとてなね。かったきっの？と板橋の奥の方に住んでて通勤してたと思うんですけど、ちなみにさ、露出狂の人ってどんな状態になったなんかあんまり覚えてないんですけど、後でこう警察呼んで、あの人の服着てないと思って、服着てない。なんかマッつい。パで歩いてたそうの？なんです。コートかジャンパーか着てたんですけど、でも下は何も履いてないんですよ、下も。で、あれなんかついてくるあの人って思って、結構ガーって走り出して、警察電話して、今ちょっと変な人について来られてるんで来てくださいって言って、何丁目のどこにいますって言って、自転車で来てくれて、車パトカーも2台ぐらい来てくれて、その人ちょっと見失っちゃったんですけどって言って、なるほパど。トカー初めて乗ったんですよ、31か2ぐらいの時に。なるほど。で、何送ってくれたの、家まで。そうなんですよ。で、面通しできますかって言われて、でも結局犯人見つからなくて、で、まあ、自分も職質みたいなの初めて受けたんですけど、家帰る途中でそういう人に会ったって話をして、まあ、免許証を見せたりとか、で、パトロールしますねって、その後とかもう何週間もパトロールしててくれたみたいなんですけど、結局その露出狂捕まんなくて、次にいたかどうかちょっともう分かんないんですけど、そこで引っ越し決めたんですよ。で、たまたまこう見つけてたうちの一つが売ってた家だったので、賃貸じゃなくて買っちゃってもいいかなと思って買っちゃったんですよね、ちゃってもいいそかのな。時ね。そんな衝動買いみたいな買い方あんの？ただ駅から近いんですよ。駅出て1分ぐらいのとこなので、不動産屋さんに言われたのが、これ何年経ってもすぐ売れますよ、賃貸に出すのもすぐ借りてつきますよって言われて、あ、そういうもんなんだと思って、まあ、いわゆる投資物件的な感みじたでい買ったな、の？まあ、実際今もまだ住んでんですけど、17年経って、不動産ってご存知かあれなんですけど、遠いところの新築物件よりも駅近の、古い物件の方がすぐ人が入るらしくて、だからうちも二十何年に中古で買ったので二十何年経ってる物件なんですけど、やっぱり貸してる部屋とか聞くとやっぱすぐ入るっていうので、あ、なるほどなと思って、なる買っほてどよね。かったなと思って、買った時の2倍ぐらいの値段なんですよ今。びっくりですよね。すごいそうね。なんですよ。だから買った金額の2倍ってびっくりですよね。で、売りたいんですけど住むとこなくなっちゃうから 今売れないんですけど まさかそんな家の話をすると思わなかったいや、でも大事ですよね。それまがさ自か、分の資産になるわけですか今らそうね。ですね、ありがたい、もうリクルート様のおかげでローンが固組め定ま資し産た。税って言うからこうなっちゃっあ、たのよ。そう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 、滞納したなんことかあっ持ったんでてんすよ、な、私このも。人っそう、て。滞納しちゃったことがあって、その後ちょっとその翌年とかに分割で払いましたけど、じゃあそろそろ健康長生きに話行きをまね、しょうそのかね。話をしますね、すいません。それで、この絵って見たことありますか？このありますよ。ありますね。よく金持ち父さんとかの本に載ってるんですけど、急にちょっと突発的な感じになっちゃうんですけなんど、ておっしゃいました？急に
金？はい、あ、他に、はい、金持ち父さん、金持ち父ロさバん。ート清さん。あ、嘘、もしもしかかして、しあ、て、持っもしてきかてしくれて、これた。ですか？そうなんですよ。これ、これ。ね、これ、あ、ありがもうとうごベざスいトまセす。ラーになって、めっちそうなん、ゃ売れましたよそうですよね。この方ね。まだご存命なんですこよね。の、ロバート清はい、崎さんがね、はい。書いた本あ、で。そうなんですよ。そうそう。その本にもよく書いて、まあ、他の方もよく書いてるんですけど、収入を得る方法って大きく分けるとこの4タイプに分かれていて、まあ、勤めている方、従業員であったりとか、まあ、自営で仕事をしている方、まあ、ビジネスオーナーだったりとか、投資家だったりとか。まあ、投資家って名乗る人ってあんまりいないんだけど、最近いるよ。いますか？最名刺に投近資家って投書いて資家ですっていう人。そうなんだ。いるいる。あ、本当ですか。だから、何々株式会社代表取締役何々って書いてあるけど、店舗も何も持ってなくて、お金をここで入れてるとか、株を買ってるだけとか、そういう人確かにいるんですけど、投資家って名乗る人ってなかなか、私は最近やっぱまだ会ってなくあ、て、そでもいらっしゃるんですね、う。最いる近。いるいる。で、大体普通の人って、この薄い水色のところの従業員、8割ぐらいの人間って、日本人って従業員って言われるんですけど、今そうだ日ね。そうお話しする一部の話っていうのは、その濃い水色のところ、ビジネスオーナーだったりとか、自営業になるとか、投資家になるっていうことが、まあ、今後の人生お得になりますよっていう話の一つです。自営業って、例えばさっき言ったパン屋さんとか花屋さんとかクリーニング屋さんとか、業態を持ってて、なんか店を構えるようなイメージありますよね。在庫を持つとか。そうですね。ね、そうですよね。で、投資家ってやっぱお金がないとできるイメージなくないですか？そうですね。なんかある程度の資産があって、株を買うとか土地を買うとか、マンション建てるとか、きっとあると思うんですけど、私今日おすすめするのは、その下の2つではなくて、ビジネスオーナーになるビジの。ネスオーナはい。どうかなと思って、私さっきからずっと言ってますけど、普通のおばちゃんなんですけど、まあ、それも私も一つビジネスオーナーになっていて、権利収入っていうのを実際もらってたりもするんですけれど、ありがとうございます。それで、権利収入。そうなんですよ。それっいい響きてだな。意外と簡単にできる、難しいけど理解したら意外と簡単にできるんですね。そこがお伝えできればなと思っています。なはるい、ほどね。はい。僕のね、知り合い、まあ、以前さ、僕の、歌舞伎町のお店に来はい。あ、てくれたそうじゃなんないでですす。か。ええ、はい。ね、木村友の会あ、で、そうなんですよ。まあ、そ一の緒に2010何飲年。もうということで、2015年ですか、にね、木村さん集めて、うちの店で飲もうと思って、木村さんを検索して、で、木村友の会作りましたよみたいな、一緒に飲みましょうみたいな、ね、そこで来てくれて、その時の写真絵あるがか出るかな。な？あるかな？ 出た！まあ若いでねえ、すよね、確かに。若いよ6、7ね。年前だと42とか3なので。ねえ、ちょっと同じ風にやってもらっていいですか、こんな風こんな感じ。にね。ねえ、塩前、塩後みたいな感じだったんですけど。こんな感じで笑ってねえ、ますね。ほんとね、そう、来私もて写い真ただ探いしたて。んですよ。その時オムライスを作ってもらって、そのオムライスの写真を私撮ってたんですけど、やっぱちょっとすぐ出てこなくて、残念ながら。はい。なるほど。どうでした？あ、お美味し味は。かったでしょ。めっちゃ美味しかった。ねあ、え、ありがとうございます。木村さん、あれ、眼鏡、あ、眼鏡かけてますね。かけてますね。あ、帽子だ。今、帽子だ。そうこでれす。帽子じゃないんですよ。これカツラなんあ、そうなでんだ。新しい面ですす。ね。笑うとこだな。新しい面だ。そうそうそう。そう。ね。懐かしい。でね、僕このおはい。店をね、やっていた時って、まあ間借りしてやってたんだけど、そこのお店自体って、それこそ今の話で言うとビジネスオーナーの人で、都内にね、そういう、スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、まあそういう夜系のね、お店を5、60店舗持ってたのかな。そんなに？すごい。で、その人って毎晩飲んでるわけよ。はい。毎晩飲んでて、はい。60店舗。君、明日、君、お店やらない？みたいな。ママでやんなよとかって言って、お店があるじゃないですか。だからそこで、まあ、居抜きの物件たくさん持ってるんですよ。で、そこで、まあ、ママデビューさせるみたいな。だからまあ、家賃と家賃プラスアルファ、要するにお店をやろうとするとさ、保証金10ヶ月とかね、必要ですね。最初にものすごいお金かかるじゃないですか。だからそれはいらないと。だからまあ、す家ごい。賃プラスアルファで、もう明日からでもお店
できるよっていうような感じで、はい、うん、それで5、60店舗持ってて、でその方はもう毎日その自分の、お店、自分のお店っていうかね、うん、そこで毎晩飲んでるっていう、うん、そんななんか羨ましい生活してる人いますよね。なんかそんな5、60店舗は多分その時聞いてなかったと思うので、うんうん、今聞いてびっくりしました、うんうんうん、そのうちの一つを任されてたってことですよね。あ、いや、そこを任されていた人がいて、うん、で僕はカウンターだけを月15万で借りてたんです。ああ、そっかそっかそっか、そのバーというか、あ、そっか、うんうん、そっか、お店広かったですもんね。そう、あそこのコーナーってことですね、そう、飲むところ、うんうん、なるほど、そっかそっか、だからそれこそこのねビジネスオーナーっていうことですよね、うん、あ、ね、本当そうですよね、確かに不動産を、まあ、持ってる店舗物件、テナント物件をたくさん持ってるっていう人でしたけどね、うん、すごい、それは、うん、すごいですね、なかなかできないですよね、そう、割合で言うとさっき言ったかな、あの従業員っていうところで言うと、うん、人間のうちその日本人の8割はそうなので、うん、ビジネスオーナーとか投資家とか自営業者って日本人で言うと2割以下とかしかいないんですよね。だから、うん、その成功者のうちの1人がその方ってことですよね、きっとね、すごい、うん、そうですね、すごいな、あ、なんか今何話そうとしたかちょっと忘れちゃったんですけど、忘れちゃった、まあ俺の余計なことを喋るからね、大丈夫です、うん、あ、ただ ここにならなきゃ成功者じゃないって意味じゃなくて、うん、そう、私従業員やりながらビジネスオーナーやった方がいいってことが言いたかったんですよ。お、そこで罰がついてないわけね。そうなんですよ、サラリーマンやりながらちょっとしたビジネスやったら収入が入ってくるよっていうことが今日お伝えすることのメインであって、うんうんうん、そう、多分え、木村さんもそのお店だけじゃないでしょうね、多分やってたその時期っていうのは。昼間の他のこと、その時はあの、はい、ワイン売ってましたから。あ、そっかそっかそっか、ええ、で昼間ワイン売るために、はい、まあ、そこを借りたっていう感じでしたね。で夜はそこにいらっしゃったという、はいはいはい、あ、なるほど、そう、だから何かをやり、まあ、そこだけになっちゃいましたけどね。そこそうやりながら、うん、あのビジネスオーナーもやった方がいいんじゃないかなっていうご提案です、うんうんうん、はい、そうだ、よかったよかった、つながりました、すみません、まあ、最近は本当にあの副業 OK の会社も増えて、というのはもうその、うん、なんていうんですかね、終身雇用っていうのがもう崩れて、うん、どっかの会社に入ったら、うん、必ずね、勤め上げたら60、うん、まあ、定年迎えたら、うん、退職金っていうのが当たり前の時代がずっと続いてたけど、うん、はい、今のほとんどの会社って退職金ないですからね、うん、ないと聞きますね、はい、うん、で、副業 OK っていう会社が今非常に増えてる、うん、そうですね、リクルートなんかも今 OK で、アプリでもうアプリでいろいろ稼げるみたいなの作ってますもんね、うんうんうん、すごいなと思いました、その、うん、この間現役のねリクルートの人と会ったら、はいはい、もうビル1棟持ってて、うん、すごい、シェアハウス、うん、シェアオフィス、うん、それとレストランが1階に入ってて、はい、すごいっていうのはなんか4階建てのなんかビルをね、うんうん、持ってて、すごい、それで、現役で働いまだ働まだっていうか働いてる、仕事もしてて、うん、ビルも持ってて、うん、でリクルート的にはリクルートの仕事、社員で働きながら、うん、バイトするのはダメらしいんですよ、うん、はい、まあね、うん、夜派遣で働くとか、はい、土日働くとか、はい、他の会社にも席を置くとかってダメで、はい、ただなんだ、ビジネスオーナーね、うん、オーナーだったら社長だったら OK と、はい、だからもう2人ぐらい現役の人あったんだけど、まあ、1人はそういう人でしょ、うん、でもう1人はね友達と一緒に合同会社作って、バーを経営してるっていう人もいましたけどね、すごい、それはもうきっと我々の時はさ、成功しそう、はい、そんな人いなかったよ、やっぱりそうですよね、時代が変わったなと思って、うん、なんかボンってもらった退職金でお店を開くとかよく聞くんですけど、うんうんうん、なかなか仕事しながらなんかのオーナーとかなんかの社長とかってなかなかいないですよね、きっとね、うんうんうん、そうですね、うん、今ってそう、そうなんですよ、うん、おっしゃる通り、うん、難しいって考える方 いっぱいいらっしゃるんですけど、うん、ビジネスオーナーって意外とやっぱ簡単になれて、うん、まあ参加するだけでいいんですけど、うん、まああと自分の努力もあるんですけど、うん、ビジネスオーナーとかになることによって確定申告とかできるようになるじゃないですか、うんうん、でそれで、うん、まあその私さっきお得に、お得な情報税金が還付されますよっていうことで言うと、うん、そうそう、次のめくりますね、うん、でどうしたらお得になるかみたいな話で言うと、うん、ビジネスオーナーになった時に確定申告をするようになります、うん、でそこで
サラリーマン分の、まあ、所得税の還付とかが受けられるような確定申告ができるようになるんですね。ちょっとこの仕組み、あの次呼ばれた時にまた詳しく話すので、ここはあの簡単に流しちゃいます。はい、あの僕もね2003年から、はい、2003、2005年ぐらいからですかね、うんうん、毎年確定申告行ってますけどね、はいはい、であのまあ、なんだ医療費の控除だったりとか、うん、保険料控除だったりとかいろいろ還付されるもの一部あったりするじゃないですか、うんうん、それがちょっと増えるのもし想像したら嬉しくないですか、うん、そうですよね、そうですね、うん、でサラリーマンも、まあ、勝手に源泉徴収されちゃってるけど、うん、自営業者とかこうビジネスオーナーになることによって収入が得られるんであれば、うん、確定申告できます、うん、っていうのはあのすごくあのすいませんちょっとこう伝わってないな、きっと伝わってないんですけど、うん、あの確定申告できるようになると、うん、あのまあいろいろあの経費で落とせるものが、はい、ね、増えますからね、うん、そうですね、はい、僕なんかはやっぱりあの家を事務所にしてると、うん、まあ、半分その家賃としてね、うん、計上できるとか、うん、あとまあセミナー講師とかなんかいろいろやってる人なんかだと、うん、はい、一部洋服とかも、うん、まあ要するに衣装代ということで落とせたりとか、あ、そうですね、あとはまあ交通費、まあ当然交通費もそうですし、うん、女性だと、まあ、美容とかもね、うん、美容とか、あとまあカフェでね打ち合わせしたらそれも落ちますしっていうことで、普段出ていくばっかりなの、出ていくばっかりのものが経費としてね、計上できるので、うん、そうすると、うん、売上、まあサラリーマンだと、サラリーマン OL だと、まあいただいたその収入っていうのがベースになってるけど、はい、それ自分で何かを始めるとその交通費だなんだとかっていうのがこう、うん、計上できるので、はい、その分ね、はい、差し引きで売上が、そうそうそう、まあ、低い、まあ、まあ税金も、まあ、そうですね、はい、うん、純利益が低い設定できますもんね、まあ、はい、そうですね、あの今すごい分かりやすくお伝えしていただいてありがとうございます。私が説明できないところ、とんでもございません、ありがとうございます、で、あのそのこれって私さっきからビジネスオーナーになろうって話をしてるんですけど、うん、そんなに難しくないっていう話もずっとしていて、あのまず道具とかいらないし、こう3つの不要って書いてるんですけど、知識とかもやっぱそんなに必要じゃなくて、うん、あの経験も不要です。でなんでかっていうと、うん、道具って、まあ、例えば携帯で電話しない人っていないじゃないですか、うん、携帯があれば連絡つくし会おうよって話もできるし、知識は知識で自分も持ってなくても助けてくれる仲間がいるようなビジネスなんですよ、うん、あとは経験で言うと、私も今日紹介するのはやっぱ1年ぐらいしかやってないんですけど、うん、経験なくてもやっぱ助けてくれる仲間がいることによってやっぱ成り立っちゃうというか、うん、できてしまうというか、そこで3つの不要っていうのを私伝えたかったんですけど、あの、まあ、要は意外と難しく考えずにビジネスオーナーになれますよっていうことが言いたいです、はい、なるほど、はい、で 何になるのがいいのかな、すいません、なんかどんどん進めちゃって、はい、当然学力も関係ないですよね。あ、学力関係ないですよ、そうですよ、全然中卒資格もいらないですね、もういらないですね、資格もいらないですね、じゃあ5つの不要っていうことにしておいてもらって、 ありがとうございます、学歴と学歴と資格と、はい、いらないです、ありがとうございます、はいはい、あのまあそれで言うと本当にいろいろいらないことっていっぱいあるんですけど、うん、まあ、あの店舗も構えなくていいとか、仕入れもしなくていいとか、在庫も抱えなくていいとか、ノルマもないとか、定年もないとか、いろいろあるんですけど、もうあの本当おっしゃっていただいた5大不要でお願いします、はい、なるほどね、はい、で今日私これから話す後半なんですけども、ネットワークビジネスの話をします。もうすでに存在しているビジネスに参加するっていうのがもう一番分かりやすいというか、あのビジネスでネットワークビジネスっていうと、うん、本当怪しいとか、うん、詐欺なんじゃないのとか、こうマイナスなイメージ持たれる方たまにいらっしゃるんですけど、うん、こう全然ネズミ講なんじゃないのって言われても全然違いますよって、うん、ネットワークビジネスって特商法で連鎖販売法に基づいて守られているあの正式な仕事ですよってことがやっぱり言いたいですね。なるほど、うん、まあ、MLM というマルチレベルマーケティングっていうところですね、はい、はい、そうなんです、私そうさっきというか、まあ、うん、やっぱ知り合いにアムエさんとかやってたっていう人を聞くんですけど、今日はアムエさんの話はあんまりしないでおこうと思ったんですけど、はい、うん、それをやっぱり悪く言う人っているんですよ。さすがにやっぱ35年間ね、日本に
いらっしゃる会社なので、うん、ネズミ講の会社がそんないられるかなって私普通に思うんですけど、うんうん、どう思います？どう思います？何だろう、うん、例えばネズミ講の会社って取り締まりされるじゃないですか、うんうん、お金集めて損する人がいっぱいいたりすると、うんうん、実際物が流通していて、まあ儲かってる人儲かってない人いっぱいいますけど、うん、きちんとした連鎖販売法に基づく会社運営をしているので、うん、アメリさんって普通に合法な会社なんですよね、うんうん、よく知ってますよ。そうですよ ね、 ビルもあるし、ここに積み上げたのがあるでしょ、はい、はい、あった。これ 何かっていうと、うん、僕ね、うん、なんかこの、うん、俺よく誘われるんですよ。よく誘われますか？よく誘われるんですよね、はいはい。この例えばこういう会社とか、うん、こういう会社とか、すごいすごい、こういう会社とかですね、ここにあるだけで20いくつかあるのかな。でも実際僕はね、うん、聞いたのね、うん、すごい50は超えてると思うんですよ。そう、なんか僕ってなんか、はい、こいつやるかなと思うのかな。まあ一応話しとこうって、まあ、これね、これはこれとかですね、うん、これとかですね、うん、これ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 みたいな、うん、この中でね、うん、もうなんだろう、営業できなくなった会社なんかもありますけど ね、 あ、そういうの聞きますよ。うん、私も年末に会った方に、うん、歯科幹細胞のプラセンタかなんかのサプリかなんかの会社言われたんですけど、うんうんうん、営業停止になって来年の2月までできないっていう会社の話を聞きました。なんか、うんうん、儲かるとか言っちゃいけないんですよね。先月ぐらいになんか2社ぐらい、ね、ありました。やっぱりありましたね。そうなんだ、はいはいはい。で、それってやっぱりちゃんとコンプライアンス、うん、法令を遵守してないからそうなっちゃうんであって、うん、でそういうのコンプライアンス遵守してるような会社ってならないんですよね、うん、実際は。だから、ね、アメイさんが営業停止になったっていうのは私結構最近聞いてないし、聞いたことないんですけど、うん、昔とかあったのかもしれないですね、もしかしたら。どうなんですかね、わかんないですけどね。ちょっと今日はちょっとすいません、アメイさんの話置いといて、うんうん、今何が言いたかったか思い出しました。そうだそうだ、某国営企業さんが、うん、アメイさんの自社ビルに入って、うん、フロアを借りてるんですよね。だからその話は、うん、思ったんですけど、ちゃんとしたまともな会社だから国営企業が、うん、フロアとか賃貸で借りるんだって、うん、そんなおかしい会社に借りるわけないじゃないですか、うん、まあ、そこですよね、うんうん、まあ、見に行ってもらったら、渋谷のビル見に行ってもらったら分かるんですけど、うん、はい、あ、そう、だから連鎖販売法に守られてるネットワークビジネスは怪しくないですよってことが今言いたいです、うん、まあ、法律にのっとってのビジネスってことですね、はい、はいはい。私おすすめしたい会社の話いいですよ。本当は3社ぐらい言いたかったんですけど、まあ、3社もの今日は1社だけ、うんうん、はい、おすすめしたいそのネットワークビジネスの会社今ですね、うんうん、これここにボトルあるんですけど、あと、ね、あとね、7分ぐらいしかないえ、そんなに、え、もう駆け足でいかないと。駆け足で、ね、そうなんです、ね、このフォーデーズさんって日本の会社です、うん、日本の会社で20年ぐらいの会社なんですけど、うん、拡散の水溶性のドリンクを、それがこれなの。そうなんです。ほうほう、今日ミニボトルこう木村さんにお土産で持ってきたんですけど、 この会社のいいところって、うん、説明会がすごく充実してるんですよ、うん、で連鎖販売法っていう話もしてるし、ネットワークビジネスっていう話もしてるし、うん、説明聞いて納得しなかったらサインしなくていいんだよっていうこともしっかり言っていて、うんうん、クーリング法の話もしてるし、説明会行くと500円1000円とか取るような説明会ってネットワークビジネスって実はあるんですけど、ここ一切お金取らないんですよ、うん、常にこういうお土産を説明会に行ったらお土産をくれるような会社で、お土産好きなんですけどなるほどね、はい、早いな、なんかもうそれしかないんだ、時間が、あ、うん、そう、それでこの会社のいいところで言うと、うん、さっきもお伝えした通り、店舗も持たなくてもいいし、登録費取られないし、うん、会員になったら誰でも飲めるし、誰でも人に勧められるし、うん、ま、ちょっと勧めたら自分の分がタダになるくらいのコミッションというか手数料が入ってくるので、うん、まさにこうビジネスに乗っかってるビジネスオーナーになれますよね。うん、で私なんか本当さっきから言ってますけど、普通のおばちゃんなんで、行ってたら仲間ができて楽しいんですよ。マンション持ってるとじゃないか、そうか、ちょっと頑張ったおばさん、うん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 、そしてこれのお土産もいつもくれるし、うんうん、仲間がいて招待旅行みたいにもあったりするので、うん、私楽しいなと思って行くようになりました、うん、なるほど、はい、でこれだけじゃなくて、うん、
小学校で習った必須栄養素って、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、5大栄養素って覚えてたと思うんですけど、最近って食物繊維とか核酸も栄養素に含まれていて、核酸が取れるドリンクって日本で一番売れてるのってこれなんですよ。で、日本一売れてますっていうのも新聞載せてるんですけど、ナンバーワントップ表記って厳しいじゃないです厳しか。いですね。そうなんです。ただもう5大新聞、朝日、読売、産経、5分までやっちゃった、早っ。そ早しいでして、ょ？そういう新聞にも載ってるし、広告も出してる会社なんですけど、マルチレベルってなかなか広告出さないんですけど、広告も出してる会社なんですよ。はい。で、駅とか飛行場、航空にも羽田とかにも広告出してるので、厳しいところも広告出してますよっていうことが今言いたかったんですけど、ダメだ、全然話せない。全然 話せよないし、じね。ゃあめくっちゃいましょめくっちゃいますか。う。はい。はい。そして、はい。これ、これが、長生きする。お金って絶対必要で、本当にこういうので権利収入もらったら、3万でも5万でも10万でもずっと入ってくるようになったら、やっぱりありがたいと思っていて、そうですはい。長生きね。するにもお金がかかるんですけど、これ飲んで腰が痛くなくなったとか、経験した人にしか分かんないですけど、いい情報がいっぱい入ってきます。はい。なるほど。そうなんです。なんかもう終わっちゃう。どうしよう。どうまあすればいいね、ですか。はでい。も、僕もね、いろいろ調べましたよ。だはい。から、ロバート清崎さんのこの本なんかにも、この先は、まあ僕は赤でいろいろ書きましたけどね、このネットワークの時代が来ると、個人の時代、ネットワークビジネスいいよっていうのがここにも書いてありますね。ネットワークビジネスってもうやっぱり誰でも参入できるし、好きな人だけ誘えばいいんですよ。嫌いな人に声かけなきゃいいので、本当仲間ができて先々楽しいなって常に思ってます。なるほどね。僕ね、まあいろいろこう誘われてね、いろいろ誘われるんで、どれがいいのかなとか思いますけど、多くの人ってさ、誰かにこう聞いて、もうそれの信者みたいになっちゃって、それでね、先ほどのその大手はダメだとか、そこはどうだこうだって言って、もううち一番みたいなやり方をする人もいるけど、もっと僕は自然にやればいいのになと思ったりはしてますけどね。あとはまあどうしてもその人生変えようみたいなさ、何億そう稼げそう、るみたいそな、こまでじゃなんないかんですどうよ。してもこうドン引きみたいになるっなちる、ゃうじゃないで聞きすます、か。聞きまです。もさっきね、彩子さんが言ったように、月3万でも5万でも入ってく嬉るしい。と、5万だとほら年間で60万じゃないですか。で、これが3年だとさ、180万。っていうのは確定する、まあさっきちょっと言ってたようか、その権利収入というか、まあ不動産持って誰かに貸せばずっと入ってくるのと一緒で、なかなか普通の一般の OL さん、まあ主婦の方とかもね、まあサラリーマン、まあ男性の方も含めて、普通に仕事してて、なかなかそういうね、不動産収入だとかなんとか収入っていう、まあ寝てても遊んでても、なんかどっか行ってても、ずっと入り続けるっていうと、なんか特殊な超お金持ちの家に、住んでないと、生まれないとなかなか得られない収入だけど、普通の人でも、まあ、3万でも5万でも10万でも、まあ、頑張りによっては、稼げます、まあ、そうで稼げするというね。か収入が増えますよっそうていでうすね。話を今、彩子さんはしてるってことですね。そうなんですよ。なので、それを一緒にやりませんかっていう話なんですよ。ぜひ。で、もし試しに飲みたいっていうんであれば、私今日、いいですか、めくって。いインスタいいいいのアドいレスと、インスタのアカウントと、インスタ私5個持ってて、この辺でちょっと宣伝もしてたりもするんですけど、Gmail こんな感じなので、よかったら連絡なるくほどださね。い。じゃあここまでといはい。うことこで。れ今日はい、木村さんにあ、ありプレがゼントとう。だよかったら、ありがことのまま飲んでもいいし、炭酸みたいなの割ってもいいし、ハロウィン仕様になってますそうね。です。ありがとうございます。朝昼晩、ちょっと飲んだら、ちょっとどっか良くなるかもしれない。どっか良くなるかもしれはい。ない。なるほど。もう僕もさ、いろいろ誘われるんだけども、なんていうのかな、なんだろうな。僕ね、意外とこうメンタル弱いのよ。なんそうかなの？進めて、断られるとか？なんか断られると、なんかでもリクルートではめちゃくちゃ売ってたけどさ、なんかなんていうの、なんかネットワークやってる人って、この生き方を否定するみたいな人多いじゃないです多いですか。ね、本当に。もうダメ出しする人ね。ねえ、だそんなから人と付そうき合わなきいう、ゃいいんですよ、もねえ、う。そういう
のも嫌だし、なんかこう断れ、個人的には友達になんか断れるって、なんかね、ショックでね、僕にはまあちょっと合ってないかなと思うけど、とはいえ、まあそういう収入が得られるっていうのはまあ魅力かなと思いますね。ということで、あっという間でしたけどあっというも、間でした。なんか木伝わ村なくて。文子さんでした。ありがとうございありまがしとうございました。た。急に終わった。ありがとうございます。ありがとうございます。をください。木村さんであれば男性でも女性でも学生さんでも OK です。全国の木村さん、木村が動けば世界が動き出す。